ムビクトリー2。いつからだろう、この身とこの世界が妄想の渦に飲み込まれてしまったのは、いや、飲み込まれたんじゃない、俺自身が妄想の渦へとこの身を投げ出したんだ。でも妄想の渦は俺が思う以上に激しく、そして深く俺を飲み込んでいった。どうすれば俺はこの終わりのない妄想の渦から逃れることができるのだろうか。誰か俺に教えてくれ。誰でもいい、俺を救ってくれ。ゼロ次元ゲームネプテューヌ Z。ゲーム業界、そこは4人の守護女神が国を守護する現実とは異なる次元に広がる世界。女神パープルハートの守護する国プラネテューヌ、女神ブラックハートの守護する国ラステーション。する昼寝は最高だね。なんか物騒な夢を見た気がしないでもないけど。うぼ、一体何の音？まるでゲーム機のような硬いものがコンクリートの地面に落ちたような音だったけど、確か音はあっちの方からだったよね。ちょっと見てこようかな。やってきました、人気のない路地裏。でもここって昼間でも日陰でちょっと不気味で苦手なんだよね。誰か助けてくれ。ヌポ、この声は何？誰かいるの？誰でもいい、俺を、ゼロ次元を助けてくれ。もしもーし、誰かいるの？ねえ、返事してってば。おかしいな、確かにこの辺りから聞こえたと思ったんだけど。って、あれ？なんか落ちてる。これはゲーム機だよね。でもどこのメーカーだろう。真っ白なボディに渦巻きマーク。ゲーム機ソムリエの私でも見たことないよ。この辺りには誰もいないみたいだし。まだじゃ、じゃなくって教会で預かるべきだよね。ネプギア、見て見て、ゲーム機拾っちゃった。あ、おかえりお姉ちゃん。この子はネプギア、見た目はこんなんだけど私の妹で、この国プラネテューヌの女神候補生なんだ。ネプテューヌさん、今までどこを遊び歩いていたんですか。今日という今日は許しません。イーズンだ。この小さい妖精みたいなのはイーズンことイストワール、プラネテューヌの初代女神様がこの国の歴史を記録するために作った人工生命体で、この国の教祖をしているんだ。黙っていれば可愛いんだけど、口を開けば仕事仕事仕事って、まさに仕事の鬼で、見た目によらず口うるさいのがたまに傷なんだ。いいですかネプテューヌさん、何度も言いますが、ゲーム業界は守護女神の転換期の真っ只中なんです。転換期？転換期ってなんだっけ。
あれだけ説明してたのに。いいですか、もう一度説明するのでよく聞いてくださいね。守護女神の転換期とはそのままの意味で、人々が今まで守護していた女神ではなく、新しい女神を求めるようになる時期のことです。その背景から、この時期は決まって女神様に対するネガティブな噂やデマなどが出回りやすいんです。現に他の国の女神様たちは専門の対策チームを作って動いているという話です。私は大丈夫だって。なんて言ったってありのままの姿が国民には受け入れられてるからね。それにまともに対策チーム作ってるのってノワールぐらいじゃないかな。ベアはネトゲのイベント、ブランは新人賞が近いって言ってたし。どうして女神様たちは揃いも揃って危機感が足りないのでしょうか。ちょっと、私までネプテューヌと一緒にしないでよね。あ、ちなみにこの子はノワール、お隣の国ラステーションの守護女神で、友達がいないぼっちなんだ。だからぼっちじゃないって言ってるでしょ。そういうわけだからネピア、このゲーム機に直せるかな。なんか壊れてるっぽいんだよね。直せるかどうかは見てみないとわからないかな。ちょっと調べさせてもらってもいいかな。仕方ありません、今回は私が何とかするしかありませんね。誰でもいい、俺たちを助けてくれ。あれ、お姉ちゃん何か聞こえるよ。本当だ。でも一体どこから。多分このゲーム機からじゃないかな。あ、ちょ、何これ、一体何事。なんで私たち部屋の中で飲み込まれてるの。抜け出せないよ。吸い込まれる。あれ。夢か。それじゃあネプギア、おやすみ。だから夢じゃないよお姉ちゃん。いやいやいや、ありえないから。私たちさっきまで部屋にいたよね。なのになんでいきなりこんなところにいるわけ。わからない、気づいたらここにいて。私たちどうなっちゃったの。まあここがどこか知らないけど、ちょっとものはしょうがないよ。街が崩壊してたり、
空はなんかひび割れしちゃってるけど、そんなのゲームじゃ日常茶飯事だよ。ゲームではよくあることでも現実では絶対にないんじゃないかな。まあ細かいことは置いといて、どこかに人がいるかもしれないし、ちょっと歩いてみようよ。そっちの方がこんなところでくよくよしてるよりも何倍もマシなはずだよ。うん、そうだね。ずっとここにいるよりはいいよね。よーし、じゃあ気合い入れてレッツゴー。誰もいないね。おかしいなぁ。猫の子一匹くらいいてもいいと思うんだけど。はーい、誰かいませんか？お姉ちゃん、やっぱりここおかしいよ。道路やビルに走ってる亀裂、ただの亀裂じゃないよ。本当だ、緑色で綺麗だね。ずっと見てると吸い込まれそうになるね。空にも同じ亀裂が入っているし、まるで空間そのものにひびが入っているみたい。それにこの建物の感じとか、なんとなくプラネティウーヌの街と似てる気がする。プラネティウーヌに世紀末が来たらこんな感じになっちゃうのかな。そんな不吉なこと言わないでよ、お姉ちゃん。でもここには見覚えのあるものが全然ないし、プラネティウーヌではないと思うんだけど。そうだね、街の中だったら私の庭だし、道がわからないはずないもん。まあここで考えててもしょうがないよ。今はとにかく全身ある涙よ。ゴーゴー。こういう時のお姉ちゃんの自信はどこから来るんだろう。自信？そんなの私が主人公だからに決まってるよ。どんな展開になろうとも主人公補正バリバリで切り抜けちゃうんだから。だといいんだけど。猫！なんだ、びっくりした。モンスターか。どうネプギア、私の主人公補正で地元の人第一号発見だよ。違うよお姉ちゃん、どう見てもお話とかできるような相手じゃないよ。殺意満々だよ。はあ、やっぱり。私たち以外の誰かに会えたと思ったんだけどな。けど相手がやる気なら仕方ないよね。ネプギア、女神化して一気にやっつけちゃうよ。うん、刮目せよ。プロテスタユニット装着。しーん、あれ、しかし何も起こらなかった。危ないな、もう。さては変身中の攻撃はご法度だって知らないんだね。モンスターにそんなこと言ってもわからないと思うけど。なんで女神化できないかわからないけど、まずは目の前の敵を何とかしなきゃだよね。行くよネピギア。チュートリアル戦闘開始。みんなこの戦闘で基礎をしっかり覚えてね。私との約束だよ。見たこともないモンスター強そう。気を引き締めていかないと。大丈夫だよネプギア、これってチュートリアル戦闘だから、どんなすごい見た目でも絶対勝てるから安心して。うん。自分の鱗がボロボロだ。これでいきます。
きます。やった。これでもプラネティウムの女神候補生なんですよ。ふい、楽勝楽勝。女神化なんて必要なかったね。けどどうして女神化できなくなってるの？あ、取ったの？ネプギア、お姉ちゃん、シェアだよ。何かおかしいと思ったらシェアが全然感じられないよ。まさか、某アワードのキャラクターランキングで某ノーアルを軽々と超える順位の私にその人気の証とも言えるシェアがないなんて。そんな、まさか。信仰心だよ。それがゼロって絶対ありえないよ。しかもこんな正規はヒャハーな感じの場所で女神化できないなんて、私たち消毒されちゃうよ。落ち着いてお姉ちゃん。あと今戦ったモンスターだけど、お姉ちゃんは今までに見たことある？あのグロテスクなの？もう初めてだよ。ネプギアは？ううん、私も初めて。見たことのない景色に見たことのないモンスター。私たち本当にどこに来ちゃったんだろう。無事に帰れるのかな。イースーさんに連絡をしようにもエヌギアはずっと圏外で電話もネットもつながらないし。大丈夫だって。ネプギアは心配性なんだから、お姉ちゃんにどーんと任せなさい。日々のデスクワークばかりのお仕事に比べたら見知らぬ土地の探索くらい余裕だよ。それって単にお姉ちゃんがお仕事嫌いなだけじゃ。いいのいいの、どんな状況でも楽しんだもん勝ちだよ。お姉ちゃん楽しめるかはわからないけど、二人一緒ならきっと大丈夫だよね。そうそう、ネプギアは笑顔の方がいいよ。さあ再出発だよ。うん、教えてイースン。ただの魚類だと思わないことだ。やっ、もらった。そう、任せてください。勝ちました。
しかしたら遠くまで見れるかもよ。あ、待ってお姉ちゃん。そんな、さすがの俺も。一斉攻撃のチャンスです。自慢の鱗がボロボロだ。デビッド、どうだい、でいきます。されたいのは誰ですか。引くことだけはできません。どうぞ、デビッド、ごめんなさい。わーい、勝ちました。レベルアップ、レベルアップです。ただの魚類だと思わないことだ。どうだい、何偶然さ。
何をしようか。えい、やっ、うん、私の番です。何をしようか。逃がさない。任せろ。いや。本性を任せてください。この俺とやり合おうというのかい？やっ！えいっ！本性を受け！ガガー！任せてください！切ります！ガガー！湧いてきやがる。約半数の避難が完了した。お前もそろそろ戻ってくるんだ。何言ってんだ、全員避難したわけじゃねえんだろ。それにこいつらを放っておいたらそっちに行っちまうかもしれねえ。まだ帰れねえよ。ゴー！やれやれ、くれぐれも無茶はするよ。待ってるよ。帰るのは俺しかいねえんだ。ドリアーゴー！第一町人発見。おーい、人間？モンスターが随分減っているような。まさかあの人が一人で倒しちゃったの？やっと私たち以外の人に会えたよ。ねえ、ちょっとここがどこなのか教えて。ち、ここに来て新手かよ。え？ふっ！
いきなり何するのさ。へえ、なかなかやるじゃねえか。俺の名前は天皇星うずめ、てめえの名はネプテューヌ。ネプテューヌだよ。え、ぶっちょ、言いづらい名前しやがって。よく言われるよ。へえ、見た目によらずやるじゃねえか。あいつとの前哨戦にはちょうどいいかもな。もう、なんで話を聞いてくれないかな。こっちはいきなり変な場所に来て困ってるのに。あいにく敵と馴れ合う舌は持ってないんでね。人間を模した姿で騙そってんならそうはいかねえぜ。だから敵じゃないってば。話を聞いて。いい加減にしないと。ゲーム業界一優しさに定評のある私でも怒るよ。ゲーム？わけのわからねえことをごちゃごちゃと。くらえ！ジェイストー！ストーップ！ん？二人ともやめてください。うずめさんでしたよね。私たちお姉ちゃんの言う通り、あなたと戦うつもりなんてありません。それどころかあなたに助けてもらいたいくらいなんです。だから、ね、私たちのことを信じて話を聞いてくれませんか。そうだそうだ、私たちすっごく困ってるんだから。お姉ちゃんも何勝負に乗っかってるの。いや、つい。ウィーン。ちっ、まだ嫌がったか。てめえとの勝負はこいつらを先に片付けてからだ。そうだね、先に邪魔な外野をやっつけるよ。だから勝負はしないでってば。行くぞ。さあかかってきやがれモンスターども。この天皇星うずめが一匹残らず駆逐してやる。何をしようかな。一戦これでやるな。崩してやんよ。獅子粉塵。逃がすか。くらえ。エマージェンシー。よし、撃破。次。よし。警告。何をしようかな。これなら私だってやるときはやるんですよ。ますますかっこよさに磨きがかかっちまったな。一応礼は言っておく。お前らあいつの手先じゃないんだな。あいつというのが誰なのか分かりませんけど、さっきも言ったように私たちにあなたと戦う意思はありません。本当にまだ人間が生き残っていたのか。信じられねえな。だから何度もそう言ったでしょ。いや、そうじゃない。お前らが悪いやつじゃないってことは一緒に戦っていて分かった。いきなり攻撃したりしてすまなかった。悪かったな。よかった、分かってくれて。済んだことはいいって。私たちも人に会えてよかったよ。ここ本当に誰もいないんだもん。そりゃあここには誰も。それよりあいつの手先じゃないならあんたらは一体何者なんだ。なかなか腕が立つみたいだわ。簡単に言うと迷子ってやつ。私たちいつの間にかこの町にいて
誰かいないか探していて、ようやく見つけたのがあなただったんです。迷子？逃げ遅れてはぐれた奴らが他の町で生き残ってるってことか？逃げ遅れ？何から？生き残ってるって？猫！今度は何事？どうやらあいつのお出ましのようだぜ。俺にもあいつの正体が何なのかは分からねえ。だがな、あいつがこの町を、そしてこの世界をこんな風にした張本人だってことだけは確かだ。あいつがこのヤバい亀裂とかを作ったってこと？その通りだ。あいつはただ町を破壊するだけじゃない、土地や空までも破壊しやがるんだ。もしかしてあれと戦うつもりなんですか？ああそうだ、俺はずっとあいつと戦ってきたんだ。無理ですよ、あんなに大きいのなんて。お姉ちゃんからもうずめさんに言ってあげて。よし、私も燃えてきたよ。え、相手がビルよりもでっかい？そんなの上等、むしろやってやんよ。お姉ちゃん、この主人公ネプテューヌ、大きいだけの敵になんて負けないんだから。言っとくが、付け出しはいらねえぞ。止めても無駄だよ。私の人の話の聞かなさは筋金入りだからね。勝手に手伝わせてもらうよ。二人とも冷静になってください。あんな大きいのと戦うなんて常識的に考えて無理だよ。心配してくれてるところ悪いが、この町をめちゃくちゃにしたあいつだけは女神として絶対に許せねえんだ。猫！ちょっと待って、今女神って言った？そういえばまだ言ってなかったな。ま、今そんなことどうでもいいさ。今からここは戦場になる。巻き込まれる前に遠くに逃げるんだ。なら娘さんも一緒に逃げましょう。正面から戦う以外にも倒す方法があると思うんです。だからあのデカブツと一緒にさっきみたいなモンスターの群れも進軍してきてるんだ。逃げ遅れた奴らを逃がすためにも、何が何でも俺がここで食い止めないといけないんだ。あの大きいのだけでも大変そうなのに、モンスターの大群もだなんて。よし、そういう理由ならなおさら私本格的にうずめを手伝うことに決めたよ。お前なんかが太刀打ちできる相手じゃねえ。さっきから何度も言ってるが、さっさと逃げろ。やだ。逃げろ。逃げない。それこそここで逃げたらうずめを見捨てるようなもんだもん。それに私たちがいた方が時間もたくさん稼げると思うんだ。お姉ちゃん、お姉ちゃんが戦うなら私も戦います。ああ、もうわかったよ。どうせ言っても聞かないんだろ。いいか、戦うからには絶対に勝つからな。もちろんだよ。ならせめて一度その傷をどこかで治療しませんか？見たところあの大きなのはすぐにこっちには来そうにはないですし、時間があるなら万全の状態で臨んだ方がいいと思うんです。一理あるな。なら近くに俺の拠点があるからそこに行こう。教えて。
たぞ。ここが俺の拠点だと言っても廃ビルの一室なんだがな。まあ野ざらしの外よりはマシだろう。おお、廃ビルを使ってるあたりいかにも秘密基地って感じでかっこいいかも。うん、何気ない廃ビルの一室に見えて必要最低限の住居設備に回復アイテムに食料、そして申し訳程度の通信端末、まるでアニメとかで見るレジスタンスのアジトみたいでかっこいいです。何？お前らこの拠点のかっこよさがわかるのか？うん、はい。そうかそうか、ここのかっこよさがわかるのか。なら悪いやつじゃなさそうだな。さて、時間がないからざっとだけ説明する。さっきも言った通り、あのデカブツが町や世界をぶっ壊してる元凶だ。あいつの厄介なところはデカさだけじゃねえ。建物や生き物を壊すだけじゃない、存在そのものを消滅させる力を持つんだ。そしてこの国には生き残ってる人間はいない。誰も人がいないの？そっか、だからシェアエネルギーが。まさかとは思うけど、全員あのでっかいのにやられちゃったとかないよね？さあな、そこんとこは俺もよく知らないんだけど、人間の代わりって言い方も変だが、言葉の通じる善良なモンスターたちがこの国には多く暮らしているんだ。そして今回の作戦目的だが、そいつらがこの町から避難するまでの時間稼ぎだ。はいはい、質問があるんだけどさ、他に仲間とかいないの？残念ながら戦えるのは俺たちだけだ。うわぁ、それでよく今まで戦ってこれたね。正直俺もよく今まで持ってると思うよ。住めそうな場所を見つけても、デカブツが現れるたびに逃げる日々、それを何度も繰り返しているうちに、気がつけば町も大地も壊され、どんどん行き場がなくなってる。どうにかしてあの大きいのを倒すことはできないんですか？そうそう、早い話あのでっかいのを倒しちゃえば解決だよね。おいおい、簡単に言うなよ。怪しいが、こちとら何度も挑んで負けてるんだからよ。そんな、そんな顔すんなよ。今は無理でも倒す策は考えてあるんだ。ただしまだ準備中だけどな。で、肝心の時間だが、俺だ、そっちの避難状況はどうだ？娘か、無事なようで安心したよ。こっちの避難状況は7割といったところだ。まだ結構残ってるな。すまない、苦労かける。気にすんな。それじゃあ引き続きそっちを頼む。ああ、娘もくれぐれも無理はしないように。ねえ、今のイケメン帽子の人誰？娘の仲間？ああ、そうだ。ちょっと口はうるさいかな。さて、それじゃあそろそろ行くか。くれぐれも忘れ物だけはするなよ。ねえ、うずめ、あのでっかいのと戦うのに何か作戦はあるの？いつも通りならデカブツよりもモンスターの群れが町に来るはずだ。先にそいつらを潰す。オッケー、とにかくここに来るモンスターたちをやっつければいいんだね。ああ、そうだ、頼んだぜ、ネプッチ。ネプッチ？ネプなんとかだと言いづらいだろ。だからお前はネプッチだ。出ました、初対面の人が私の名前を言えないパターン。けど私的には新鮮で可愛いあだ名だから大歓迎だよ。ちなみにお前はギアッチな。ギアッチ？二人ともネプから始まったらかぶっちまうだろ。だからお前はギアッチだ。ギアッチ、ギアッチかあだ名で呼ばれるの初めてかも。よかったね、ネプギア。
って。どうやら第一波のお出ましのようだぜ。二人とも気合い入れていくぞ。さあ始めようぜ。俺らの喧嘩をや。これなら。獅子奮陣。行くぜ。ティアー。うー、手間をかけさせやがって。悪いが負けてやることはできないんでね。ターゲーが進化した気がします。ふう、これでこの辺りのモンスターは片付いたかな。いや、第一波をしのいだだけだ。第2波来るぞ。今までのより大きい。やっぱてめえがいるわな。なになに、うずめはあのモンスターと知り合いなの？知り合い？そんなのとっくに通り越して腐れ縁だぜ。こいつには何度もデカブツとの対マンを邪魔されてるからな。おい犬っころ、てめえとの因縁も今日限りで終わりにしてやる。これはシェアクリスタル。今日は今までと違って仲間がいるんだ。デカブツともどもてめえもぶっ倒してやる。シェアクリスタル変身。本当？
泣く子も黙るプラネティウムの女神、パープルハートとは私のことだよ。と言ってもここじゃ視野がないから女神化して見せることはできないんだけどね。ってことはギアッチも女神なの？はい、そうです。ただ私の場合はまだ女神候補生なんですが。へえ、奇遇だね。まさかこんなところでウズメ以外の女神に出会うなんて超びっくりだよ。それは私たちもだよ。けどこれも何かの縁だし仲良くしようね。そうだね。時間切れか。時間切れ？そういえばシェアクリスタルで女神化していたような。嘘、まだ生きてるの？しぶとい野郎だ。まだやろってんのか？これ以上はさすがの私もきついかな。けどやろうって言うならとことん相手しちゃうよ。逃げたのか？ははーん、どうやら私の強さにおじけづいて逃げたパターンだね。ただ単に深手を負ったからじゃないかな。仕留め損なったのは悔しいが、これで存分にデカブツと戦えるぜ。ちょっと待ってよ、ウズメ。まさかその傷であのでっかいのと戦うつもり？おいおい、どうしたってんだね、プッチ。とことん相手をするんじゃなかったのか？そういうことじゃないでしょ。その傷じゃ無理だって言ってるの？ヌブー！ち、不意打ちだ。卑怯じゃねえか。二人ともやられたからには倍返しだ。今度はこっちから打って出るぞ。いた！娘さん、大丈夫ですか？まさか、さっきの爆発で。このくらいかすり傷だ。気にすな。それよりも今はあいつを。そうだ、逃げ遅れた奴らは無事なのか？俺だ、避難状況はどうだ？みんなは無事なのか？娘か。ちょうど今隣町への避難が完了した。よかった、間に合ったんだな。ああ、君が避難する時間を稼いでくれたおかげだ。なら心置きなく戦えるってもんだ。みんな無事に避難できたみたいだ。二人のおかげだ。サンキューな。そんなことより私たちも逃げないと。逃げるだと？このチャンスをみすみす逃すってんのか？無理ですよ、早く逃げましょう。うるせえ！せっかくデカブツとタイマン張れるチャンスなんだぞ。逃げるならネプッチとギアッチだけ逃げてくれ。俺は戦う。何言ってるんですか。そんなボロボロの体で戦えるわけ。いや、戦えるね。たとえ己の肉が骨からそぎ取れようと戦ってみせる。それに俺は死んでも喧嘩には負けねえ。刺し違えてでもデカブツを。どっせーてえな。何しやがる。ダメなものはダメ。そんなボロボロな状態で戦わせられないよ。ほら、よく言うじゃん、命あってのモノマネって。モノマネ？たぶんモノダネと間違ったんだと思います。そうそう、物だね物だね。それに逃げ遅れた人たちの時間を稼ぐっていう目的は達成できたんだし、無理をする必要はないって。そんなわけだから、ウズメを連れてとっとと逃げるよ、ネピギア。そっち持って。
お前ら話しやがれ。勝手に俺を担ぐな。おろせ。よし、ネプギア持ったね。それじゃあ撤収って人の話を聞きやがれ。ここまで逃げれば大丈夫だよね。追ってくる気配もないし。ったく、余計なことしやがって。これじゃあ格好悪いじゃねえか。けど助かったでしょ。わかったよ、お前らのおかげで助かった。ありがとな。わかればよろしい。どこか休めるところとかないかな。3人ともボロボロだし、お娘さんの手当てもできるような場所があれば。それなら拠点に戻ろうぜ。あそこなら離れているし、ある程度は物資もあるしな。